しますもんね、やっぱね。それが結構ダメージ。ウォータージャンプ用の板も出せばいいとか。ああ、それで、ね、いや、実は作ってるんですよ。作ってるんですけど、ものすごいコストがかかって。そんな売れないですよ、ね。売れないんですよね、とてもじゃないけど。ただ、お客様にこう提供できる値段じゃない。SAアとか行くと、ほとんど選手ばっかり、結構な数いますね。順番待ちとか。そうですよね。穴開けじゃないとね、多分折れると思う。ああ、パキッちゃうんですね。折れるし、すぐ外れるし。ああ、外れるんですね。もうちょっと横に飛ぶともうすぐ外れる。外れちゃうんですね。穴開いてると全然問題ない。問題なくいけるけど。ポストカードが、パンチのポストカードが。だから専用の板あれば一番いいですね。確かに。多分売れないと思う。どのくらい需要があるのか全然わかんないですね。結構ね、言われることは言われるんですけど、ね、コストを考えると、多分そのジェハーストとかもそうですけど、街でやってるチューナップショップさんが多分1万、2万ぐらいで多分やってくれるところが多いみたいなんですけど、ジェハーストは1万円で、1万ですか。あ、安いですね。いや、僕が初めてだったあ、そういうことですか。でもすごい綺麗に仕上がってます。すごいよな、マジで。もう全然違うんだよ。板の外れるとか全然なくなる。大した。ただ、部屋がほこり、ゴミだらけになったって怒ってました。すごい粉が出て。そうですよね。めっちゃ硬くて削りにくいし、分厚いし、なんか工夫してやらないともう部屋がゴミだらけ。ゴミだらけ。付け根とかですね、ケツの辺のこのビーニングについて、ここに力が加わってパキッといくかな。だからここに穴開けて、ここが全部抜けるんで、ここに開けて結構強度大丈夫かなと思ったけど、このくらいあればもう厚みがあるんで全然ずってしまうと大丈夫。聞いてみよう、Jハウスに。うん、Jハウス、すごくいいです。あ、いい仕事っぽいですね。怖い。MRC、毎年そこで買い替えてるんで。あ、ありがとうございます。ボロボロになる前に、はい、買えようと。買えようじゃない、そうそう。ダメになる前に買い替えようと。すごい高く売れますね、オークションで。あ、そうですね、確かに。再出品とか、1年落ちだともう7万ぐらいで売れる。ああ、ビニング付きでですか。ああ、やっぱ、確かにそうですよね。欲しい人は全然。次の年も全然使えますから、ね。そうですよね、もう下手すらそれから、チューンアップ入れたら、3年で扱いちゃうんですかね、その人にとってみれば。ビニング付きはこんな値段するわけだから、まあ、5、6万安く買えるってことですね、その人にとってみれば。そうですよね。確かに3000円だったら売った方もそれを原資にまた変えられるし、買われた方は買われた方でそれでやりやすく買えたりとか違うことに手が使えるし、C で172で、まあ、C
全カラーでそれこそ250本そんなにあるでも半分以上海外ですからね。選手に起こる分そう選手もありますし海外も半分ぐらい取られちゃうし国内で流通するのはもうその半分ぐらい取っていただいて半分も流通しようかな。だからあっという間になくなってしまう毎年なくなってしまう。 C とかすぐなくなる。そう C は本当なくなりますね。美味しいサイズはもうすぐにペロンと。もういつも6月ぐらいに発注して、はいはいはい、10月終わりぐらいに納品される引き取ってって感じですね。ロシアチームとか使わないの、うん、はい。ロシアチームとかも使ってる。使ってもう送れないんですか。もう送れないです、送れないです。もう戦争が起きてからロシアチーム、ベラルーシチーム、ベラルーシチーム、そうベラルーシはうちあのエアリアルの付き合いがずっとあって、エアリアル強いじゃないですか、ベラルーシ。もう全然ですよ、かわいそうですね、選手がね。かわいそうですよ、選手は選手でもうお金も振り込んだし物も送ったんですけど物が届かないからお金を返してくれたんですよ。でもお金を返すにもベラルーシと日本のバンクが取引が停止になっちゃってるからお金も返せないっていう地獄のような。そうですね、すごいいい選手いたのね。いや本当です、本当です女子とかでも銅メダル取った。そうだからもったいないですよ、若い選手はなんかかわいそうです。待ってます。戦車でかわいそうなんですけど、やりたくてもやれない人もいるし、すごい若い選手ですもんね。そう男子も女子も、はい、98でこの曲を変えたんだ。こいつは特徴あるから、ワールドカップとかも出れないですね。出れないですね。ロシアはだってオリンピックで銅メダルを取って、その後最終戦になる前に戦争が出ちゃったので、最終戦とかも出れない。出ないです。かわいそうですよ。悪くないじゃないですか、選手は。全然悪くない。すごくいい選手。そうなんですよ。かわいそうで、かわいそうで。世界選手権とかもう無駄ですね。救済措置でロシアじゃない名前を使うっていう救済措置も今回のピスは何もやんなかったんで。あのドーピングの時は何かありましたよね。なんかロシアオリンピック委員会委員会でしたね、はい。何も今回はなかったんで、あれぐらいしてやればいいのかと思うんですけどね。さすがに今回はちょっとロシアっていう名前が出るだけでやばい。そう戦争の場合でどうにもならないことになっちゃってるわけですから。いやかわいそうです。選手がね、そうです。先月まで神楽でずっと滑ってた。あ、本当ですか。おー、 ID1 だらけ。神楽は最後総型らしいですね。コブスクールの先生もこれ使ってる。アキ先生、アキ先生、アキ先生 C でしたっけ。 C、 あ、すごいっすよね。女子でなかなかいないですね。でも滑りやすいって言ってました。言ってましたよね。なんかちょっと特殊というか、フレームライト